つまり一回トイレに行くのに30分かかるわけですよ。脱いでくるので、もう精神的不安定になって。さらに黒崎さんは意外な人から意外な反応が。周りの方には、今はミニスカートがなってすごく聞いてくださって、英語で私の父もすごく世代で大好きな人で、この話を言った時に、え、ミニスカートってやっぱり聞いてきたんですけど、じゃないんだってって言ったら、ちょっとまあやっぱり楽しそうな顔してましたけど。剛力さんの順はミニスカートじゃないけれど、トイレも我慢して撮影に挑んだ映画ガッチャマンは8月24日全国公開です。まあ、千葉先生もね、春田さんもガチャマン世代ですよね、僕らね。今度になんかカラオケ行ったら、必ず誰か歌いますよ。ありますよね、ね、時間がね。で、これ結構豪華なメンバー揃いましたよね。本当にでもこれからになっていく世代の方々ですよね。松坂桃李さん、そしてコンドルの女王綾野剛さん、ガトリの女王剛力彩芽さん、そして浜田達郎さん、鈴木亮平さん。8月24日全国公開ということなんですが、ね、ここはちょっと揉めたりすんね。ケント・ジョーはね、そうですよ、揉めたりすんね。悪役がまだ発表されてない。今のところね、この皆さんがリモートダイアスに答えているので、まあ、夏休み中ですからね、せっかくですから、ご家族で。はい、我々お父さん世代も見に行くと思います。さあ、小田井さんのお天気です。はい、今夜はですね、東北が大雨に警戒が必要です。はい、それから今夜、関東地方、この後。ここまでは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ハリーポッター展がやってきた。さあ、映画の魔法を体験しよう。映画スタジオを飛び出した数え切れない本物が待っています。ただいまの本日中ホリアーセンターギャラリーで開催中。今すぐ予約を。セブンサンダイホールディングス、明日始めましょう。判断の漫画もですね。
か。はい、今日本海に活発な雨雲がありますが、これが徐々に東の方へと流れてきますので、はい、日本海側では激しい雨の降りがあります。土砂災害、河川の水を気をつけてください。はい、そして今ですね、関東地方の奥多摩のあたりですとか秩父あたりにですね、活発な雨雲がありまして、これも東に進んでいきますので、はい、東京の23区あたりでもおそらくあと1時間ぐらいで雨となってきそうです。はい、さて、明日のお天気見ていきましょう。はい、はい、明日は傘マーク並んでますね。東北地方を中心に大雨に警戒が必要です。土砂災害に特に警戒をしてください。関東地方の北部は午後は変わりやすいお天気でゲリラ雷雨、大阪名古屋にこれ傘マークこれは午前中を中心の雨となりそうですね。はい、朝のうちのにわか雨程度です。はい、気温見てみましょう。はい、では見ていきますと、東京はちょっと涼しかったんですけど、また33度。はい、熱中症に気をつけていただきたいと思います。はい、仙台は今日は最高気温20度ぐらいでした。うん、明日も変わりません。はい、5月下旬並みの肌寒さとなりそうです。こうやって見ると最低気温も25度をなかなか切らないっていうところもありますんで、これ夜熱中症っても本当に気をつけなきゃいけないですね。そうですね、今日特に西日本を中心に湿度が、ね、高くなっております。はい、週間予報見てみましょうか。はい、今週土曜日と日曜日あたりはですね、全国的に晴れ間の広がるところが多いですけれども、はい、来週になるとまたちょっと雨の降る日もありそうです。明日は関東、東部を中心に皆さん雨にお気をつけください。また明日です。スモールの切り札現れ、スモールを極めた内側、急セブン、デビュー、レンタックス。支払うと約束し、違法に出資を募ったとして、警視庁は健康医学者の元社長黒岩博之容疑者ら3人を出資法違反の疑いで逮捕しました。黒岩容疑者らは出資者9人からおよそ2億3000万円を違法に集めた疑いが持たれています。黒岩容疑者ら3人は容疑を認めているということです。警視庁は健康医学者がおよそ650人から総額80億円を集めていたとして調べています。携帯電話の栄光潜水、かつてのナンバーワン企業が生き残りの一覧です。日本文化センターテレフォンショッピング、発売以来大好評の CD に録音できるプレイヤーが機能アップで新登場。懐かしのレコードや思い出のカセットがパソコンいらずで CD に録音できる。
音質劣化の少ない CD で残しておけば大切なコレクションも思う存分楽しめます。また CD からも録音できるからお気に入りの曲を集めたあなただけの CD が作れます。しかも今度のプレイヤーは CD だけでなく SD カードや USB メモリーにも録音できるので取りためた音源を手軽に持ち出せます。レコード、カセット、CD、ラジオが聴ける録音できるプレイヤー、届いてすぐに使える録音用 CD10 枚付きで月々1550円、分割手数料無料、送料も無料でお届けします。さらに新登場を記念して今回お買い上げの方に簡単操作のラジカセをなんと無料プレゼント。コンパクトで持ち運びに便利、録音ができるから趣味やお稽古に大活躍、カセットもレコードも CD に録音できるプレイヤー、コンパクトラジカセ無料プレゼントのチャンス、お申し込みは今すぐ。ここまではアメリカンホーム保険の提供でお送りしました。今日の日経平均株価プラスに切り返して終えましたが、それ以上に上昇が目立った銘柄もありました。東京証券取引所に柳さんがいます。柳さん、はい、ポイントはこちらです。英語潜水生き残りでした。英語潜水でした。はい、かつては携帯電話で国内シェアナンバーワンを誇ったこともある NEC がスマホ事業から撤退と伝わりました。これは日本経済新聞が伝えたものです。NEC は携帯事業を立て直すため中国のレノボグループと事業統合に向けて交渉をしていましたがまとまりませんでした。これを受け NEC はスマホ事業から撤退、他社があまり手掛けない従来型の携帯電話に特化するということです。 NEC の携帯電話かつては国内市場で存在感がありました。2001年度は国内シェア 27% でトップとなったことも、しかし現在はというとご覧の通り5% 程度なんです。最近は NTT ドコモがソニーとサムスンのスマホ販売に2トップとして力を入れたことも躍起でした。 NEC のスマホ事業撤退について市場からは、事実ならば競争力を失った事業からの撤退、コア事業に集中という施策の前進でラスト評価 4% 台でした。その他今日ニュースがあったんです。三菱自動車16年ぶりに復活する配当が10年程度になりそうと伝わり急上昇です。高い配当になると見込んだ株価配当 11% 高でした。東証代償の現物株市場統合2日目、旧代償銘柄の任天堂は昨日に続き大幅高です。ソフトバンクは今年の高値更新です。こちらからは以上です。さあ再びこの人の発言に注目が集まっています。いよいよ合コンだな。え、肉食系女子お前なんか話せ。とりあえず褒めとけ。素敵なメールですね。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ヒューマンだ。僕、天使だよ、今くっついた。チャンスだ、ハトだぜ、ハト。スーパーアイドル、カプネロスマート、でもしも What's your challenge? 私たちガリバはどこよりも高く車を買い取る最高値チャレンジをやっております。 Can you do that? Yes, we can. Can you do that? Yes, we can. 泡はどこよりも高く最高値チャレンジ。分子の方法をぶつける。浅漬けは自分で作ると野菜のことを学べるね。浅漬けで子供と一緒に野菜を学ぼう。果たして良い政治家を選べたのでしょうか。
池上彰の会員戦ライブ、21日日曜夜7時50分から4時間生放送。さて今日の日経平均株価、アメリカ株の反落や円高に触れたこともありまして大きく下げる場面ありましたが、結局小幅高で取引を終えています。では明日のマーケットに影響を与えそうな経済のスケジュール確認します。アメリカ注目です。住宅着工件数、そしてバーナンキー FRB 議長の議会証言、蓄電池経済報告、それから決算ではインテルなどが発表になります。株の見通しは SMBC 日興証券の坂上さんです。予想レンジはご覧の通りです。注目はバーナンキー FRB 議長の議会証言、議会証言を含め明日以降週末の G20 や参院選など重要イベントが控えているため、積極的な売買がしづらい展開になると見ています。為替の予想はゴールドマンサックス証券の小川さんです。予想レンジはご覧の通り。小川さんの注目もバーナンキ議長の議会証言、市場では当期の金融緩和縮小は示さないとの見方が多い。この場合ドル売りが一転していることから、中期的にはドル買い円売りの展開になるとの聞いています。どんな表現で何を言うかというの注目なんですよね。でこちらから以上です。佐野さん、はい、ありがとうございました。あとは今ビールから前のビールを売りにする株が増えつつあります。毎週違う感じを作り出してみてから格安で提供する株、あ、そんな気はありません。
本気になったんで、しかも自分でなかなか分かりませんよね。人、はい、って人もそんなにこう祈ってるようなんて指摘もしてくれないので、いや、全然いや私も言っていただいて、いいんですか、ね、もう分かんない、でも本当に見えてなかったです、はい、ね、そういう方多いと思うんですけれども、はい、今の特徴を見れば夏の最終回復はバッチリです、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、さあそれでは本日のゲストをお迎えいたしましょう。女優の塚田陽子さんです。よろしくお願いいたします。陽子さん、よろしくお願いいたします、お願いいたします。ルーさんは女優さんは汗をかかないってもし、まあ、聞きますと実際本当にそうですね、やっぱり仕事の時は汗かかない訓練を、うんね、汗かいたら叱られましたね、照明さんに、本当にもう全然汗かかない。私は夏にね、真夏に海の、シーンを撮ったことがあるんですが、はい、その時はね、2日前からはお水を飲まないんで、でね、中で綿の帽子をかぶってね、越前竹人形っていう作品だったんですけどね、もう炎天下でロケだったんですけど、もうね、暑いのと本当に寒くなりますね、気持ちようとか言われて、まだ考えたらね、自殺っぽいんだな。さあ、今日のこちらのポイントをね、はい、こちら見ておきましょう。こちらです。夏の大衆会社の3大ポイント。まず最初が、匂う汗と匂わない汗というのがあるんですね。そして2番目、女性もご用心、加齢臭。そして3つ目が、ほにゃららで体の匂いを消臭ということで、まあ、今すぐ伝える情報ばかりですので、ぜひ使った方も、皆さんもご覧いただきたいと思います。さて、今日のエルコンセレクト、どんな商品でしょうか。今日も素敵な商品をお届けいたします。川口真理子シフォンプリントプルオーバー、オニキスクォーツアクセサリーセット、ロイヤルラムラム革涼やかサンダル、以上3点のご紹介です。メモのご用意をなさってご覧ください。飾る日も飾らない日も三越と、この番組は三越の提供でお送りします。汗をかくと臭くなる、あなたはそう思っていませんか。汗イコール臭いというのは実は間違いなんです。体の匂いで悩む患者を数多く救ってきたゴミクリニックのゴミ院長に詳しく伺ってみると、実はね、すべての汗がね、匂うわけじゃないんです。汗にも匂うわけ、匂わない汗があるんですが、最近はですね、匂う汗をかく人が増えてるんですね。そうなんです。汗には匂う汗と匂わない汗があるんです。そこで実験。こちら2人の女性に協力していただき、汗の匂いを測定してみることに。私は体臭はあまり気にしてないですね。あまり言われたこともないし、自分でもあまり気にはしていないです。体臭はあまり気にならないという2人、まずは汗をかく前の状態をそれぞれ実験しました。結果はご覧の通り、2人とも不快な匂いを感じる数値400からは程遠い300以下。そんな2人に挑戦してもらうのが、お父さん映ってますよ。映ってる、はい、なんですね、別にいいです、この横からどうやったんですか。
っていけない。皆さんに迷惑が。お前を受け入れた時から、それは覚悟のためだ。だから、最後まで男として貫き通したんです。そうだ、ミオは今まで通り、エンジェルの仲間だ。俺たちが、ちゃんと守ってやるから。ありがとうございます。Thank you.
レモンに含まれるビタミン C はロネナールの老化を防いでくれるんです。レモンの搾り汁 10g を先ほどのミョウバン制汗剤に加えるだけで、今度は加齢臭の匂いも防いでくれるんです。汗の匂いや加齢臭が気になる方はぜひ試してみてください。撮ってますからあんまり。
です。丈がチュニックだけでずヒップラインをカバーしつつ華やかさもありますよね。色がついたスタジオグレーグレーブルーグレーとご用意しています。もう一つも
AIDV をダウンロードします。
男女3人から
された給食サイト。